ヘッド高い北の上は日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団一等軍曹。第二次世界大戦時の活躍により名誉勲章受賞者となった。愛称はタック。カリフォルニア州トーランスの日本人移民の家庭に6人兄弟の長男として生まれる。1938年にトーランス高校を卒業した後は日系人が経営する。 食料雑貨店に勤務していた。1941年の日米海戦に伴い、家族はアーカンソー州のゼローム強制収容所に収容されたが、ペットは1942年2月20日に陸軍に入隊したため、収容所に送られることはなかった。1944年7月4日に第442連隊戦闘団の一等軍曹の階級にあった他のは、 ドイツ軍を攻撃するべく強烈な敵の反撃をものともせず自身の正体より前を進み続けた。手榴弾の爆発によって重傷を負ったにもかかわらず140高地の頂上を攻略するという隊の目的を果たすまで戦い続けた。彼は自身の隊が防御陣地を完成させるまでタイから退くことを拒否した。回復後の9月1日に他の上は 地雷の爆発によって、焦土と化したサンマウロ近郊の最前線に復帰したが、5日後の9月6日に同地で戦死した。当初、他の上の遺体はイタリアに埋葬されたが、1948年に遺体をアメリカに返すこととなり、リトル東京にある仏教寺院で、国別式が取り行われ、ロサンゼルス近郊にあるエバーグリーン墓地に埋葬された。 これらの行為によって当初は主君十字章が授与されていたが1990年代になってすべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受賞歴を再調査したところ名誉勲章に格上げされることとなった2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典においてビル・クリントン大統領から他の上の遺族に名誉勲章が贈呈された 他の上が受賞した名誉勲章には、下記のように記されている。ありがとうございます。